ルーミー6500円とか今更だけど出てきた。結構ね、もういらないけど。すんげえ安いのがあるよ、それはそれで。そしたらジャービルのメス用の家にするけど、一応じゃあまだ見張ってるわけですよ。あ、これ売るか。1個3つあるから、多分使えると思う。なんか操作確認済みのさ、画面までやってたし、ね、使わねえもん。成人男性だとそう重く感じるかもよ、うん、うちのおとんが乗ってた時だって重く感じたでしょ、うん、まあ大変さ4人乗ってるからもっと重いんだろうけど、ブレーキ全然効かない伝えとくわ。え、しょうがないと思うよ。いや、それはもうしょうがないと思う、うん、人数が増えれば、うん、この車にとっては4人乗るなんてなかなかないんだ。殴り合いしたのになんか分かち合ってんの。スパイファミリー、違う違う、あのカンナムスタイル歌ってた人とシュガー。いやでもシュガーをこれ選んだらなんか分かる気がする、メンバーの中で。まだ達者なんで元気なんだよ、カンナムスタイルの人。これはいけないよね、スピードすげー出してたし。はい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 、あれでしょ、桜木花美ちゃんの究極のディフェンスでしょ。あったな、そんな。あー、アイラブバスケットボールやりて、早くセガサターン。
乾かすのが若干大変。ドライヤーが、犬用のドライヤー買いたくなってくる、ちゃんとしたやつ。フリーハンドになるものがなく、本当は。まず多分3級だったはず。ツイートしてるんだけどさ、うん、よくよく時間見てたらさ17時からってなってるから、あ、あれなんだねって、夜の時間なんだ営業って。マジアイってどこだっけ、そこ定見に、定見とか小丸か、どっちか走り屋に向けてんだな。いや、あんなとこはいいでしょ。だって17時からってなってて、17時までかと思ってた、ずっと2段階で営業してるんでしょう。結構さ、ケイちゃんのお父さんってさ、運転すると怒るよな。え？運転すると周りを見て怒るよ。誰？ケイちゃんのお父さん。言ってた？言ってた。
嘘、なんでこいつ頭おかしいな意外に怒るんだと思って左行っちゃう。ドボンが飛んでる。ちょっとね、びっくりした。河原でゴロゴロ。ちょっと頭おかしい人だねって言って、おおと思って言うんだ。年とともに、まあ、確かにあら、なんかやってる。熱中症で倒れんねん。あんな、あのね、行くか行かないか分からなくて止まったんだよね。はいはいはい。あの時もし行くのかな、ちょっと違うんかいみたいな。いや、ちょっとあの人は多分おかしいと思ったんですね。あの時運転悪かったかな。64だよ。ニンテンド64大好き。ポーニャポーニャポーニャ、わかんないですわ。ポーニャこれ嫌い。チューナッツが欲しいですみたいな。あれピーナッツ大好きなんだっけ。そうだよ。アーニャこれ嫌いとか言う。あれかわいい。あの満員電車のとこでさ、くるくる回るのさ、あーとかさ、知ってる。うん、あれかわいいよ。でもいい3人だなと思った。血がつながってなくてもいい親子だなと思う。酒癖悪いのはしゃあなかった。じゃあロイドさんも何、酒になると弱くなっちゃうの。あ、いや多分酔わないんだと思う。ああ、だからスパイだから。でもヨルさんは、ヨルさんお酒にめちゃくちゃ弱いで殴るんでしょ。なんか霧とか突然出てくる。ふざけんなんすね。いや、そういうんじゃない。言葉遣いが悪いとかじゃなくて、うん、いわばそこは微妙にあれが出ちゃうんじゃないの、スナイパーなとこが。お前も来んのかい。まあ大体な。これで君行きたいでしょ。もう一個そっちかい。それはちょっと焦っちゃうね。ここからじゃないとブブブーって怒られちゃうからね。